文献調査を受け入れる決断に至りました各のごみの最終処分場選定をめぐっては、原海町議会が先月、原発立地自治体として初めて調査受け入れを求める請願を採択、これを受け、経済産業省が選定の第1段階となる文献調査の実施を庁に申し入れていて、脇山町長は今月中に判断を表明する考えを示していました。 脇山町長はきょう午前、町議会全員協議会で受け入れを表明し、その後の会見で受け入れ判断に至った理由を述べました、た厳海町での取り組みが、日本社会にとって欠かせない最終処分事業への関心が高まるのにつながり、国面的議論を喚起する一石となればとの思いであります。 玄海町からおよそ三十キロ圏内には、長崎県の松浦市や平戸市など県北の地域がかかります。脇山町長は、周辺自治体への説明は今後行う考えを示した上で、国も説明すべきと述べました。玄海町から八キロしか離れていないこちら高島では、今回の調査受け入れについて、

らららくここここ辺はは少ななないいいんでですすけども、もゼロじゃないですからね。何の恩恵もここはないし。長崎県の大石知事は県民の安心確保の重要性や第一次産業などへの風評被害の影響を指摘した上で最終処分場の問題については国の責任においてしっかりと対応していただきたいとコメントしました。